にゃんぱずー、どうもまさしでございます。はい、皆さん5周年ですよ。バウンティーラッシュっていうゲームはね、4対4で戦うゲーム、いえ違います、16対16で戦うゲームでございます。これ見てください、もう ASMR とか来てからこういうになりますよね。どう考えてももう4対4じゃなくてね、16対16のバトルなんですよ。ということなんで、もうこのね、小学生が考えそうなパーティー使って遊んでいきたいと思います。もうやばい、まあ、こうなるよな、自然と。はい、行きましょう。さあ、1試合目行きましょう。さあ、手持ちがね、もう多分どんどん2体キャラが出たということは、フェスゲンでもね、おそらく2体キャラが出てくると思うんで、もうやばいっすよ。もう2体キャラなかったら話にならないみたいな時代がとうとう来ます、皆さん。はんばないだろ、もう。もうそういう時代なんですよ、皆さん。新時代ですよ。もう終わりなんよ、一人で戦うんは。もうね、キャラ、ダブルキャラが当たり前になるんで、まあ多分どん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 そのうち増えていくだろうな。トリプルキャラとかも多分おそらくもうな、3年後ぐらい出とんちゃうかな。まあ行きましょう。今回エースヤマトと、まあキットロンなんですけど、もうすることあれじゃよな、もうほんまに、ただ旗抜きまくって死んだらエースヤマトでゴリ押してみたいな感じなんで、はぁ、マジ多分これがメタになったらもうやばいだろうな。超課金パやもん。さあ、オッケーオッケー。やめてもらっていいですかね。はい、ゾロ君もお前は全の時代の敗北者なんですよね。エース君がね、もう来たってね、もう敗北者ちゃうんすよ、あいつは。わかりますか、皆さん。もう真の敗北者はゾロなんですよ。お疲れっす。ちょ、やめて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 、キモいよ、ほんま。ほんま脳死を握るクソガキが、ほんま。こんなゾロ使うやつも大嫌いやったけんな。よし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 、もうゾロカスとか PS なんもいらんキャラ。はい、これでお疲れっす。なったりー、あー、もうキモ、もうキモいわ、ほんま。なんでお前おにぎりするだけで突進する必要あるんだろ、お前。どうな、関西の方潰しすんな、お前。キモいな、お前。どうなっとんだ、ボケ。さあ、ガンダム来ますよ。オッケーオッケー、ブルルルルル。で、これで、はい、ミサカミコトということで。よし、素晴らしい。脳死おにぎり、もう脳死スキルブッパーが一番楽しいんですよね。こっち星4なんですよ。おい、ゾロ負けたらお前やばいぞ。危ない。アシュラブッパーして、もうやってやってやめてやめて。キモいな、ほんま。さあ、これでガンマナイフ当たるんですよ。もうなんでやねん、お前。ダイエットつけや、これ。何しよん、何をしてんの。はい、でん、おつざこ、もうキモいねんだよ、からおにぎり。お前それおにぎりや、そのまで肩がつかんけ、突進する意味がわからんわ、ほんま。どういう原理だよ、お前。ボケ、ホバージェット機でもつけるんか、お前背中。これどうなあ、キモいな。もうちょっとこのゾルムがつくんで、エースヤマトでしばきほうか。おい、お前ほんまキモいね。なあ、名前も終わってほしい。よし、行くぞ。どこいった、あいつおるなし、働いて、のんきに肌抜いてますわ、ほんま。待てよ、敵が、あ、待て、でも、勝っとう、300万取っとんで、あのゾロカスも多分一回は死んどるよな。まあ、こっちもいいっすよ、もうこんなん。ビビんな、おい、ゾロごときに今さら。まあキモ流れ玉やん、お前殺すぞ、マジで、ほんま。なんでやねん、はぁ、決めーな、マジで。こんなばっかりやん。どうしよう、ほんま。ちょ、待て、どうしよう、これ。まあ、あの5番のゾロがしぶとうに生きとるの、マジであいつを殺して、ぐちゃぐちゃに踏み潰したいんやけど。裏取り行け、誰か。ちょ、ゴキブリ、お前、裏行けや、アホ。もう、まんで真正面から行くね。ダメだろが、オッケー、踏み潰して、とりあえず。ちょ、あの、ゾロが生きとることが、ほんま我慢ならんわ、拙者。まあ、何しようなの、もっとほしいな、これ。いや、来た来た来た、脳死特攻、回避したな、俺は死ねん。おい、ザブゾゴミル、あんま調子すんなよ。さあ、氷結向こうなんで、ヤマトはいいっすよ。もう、てか、早く倒せよ、このバカも。何をしとんなら。ちょーい、おい、死ねー。な、あんま届かん、あ、倒してくれたのね、ありがとうね。ちょっと待って、これジャストガッチいただいて、はい、これでブーン、はぁ、強い。やっぱ全然火力上がってなきゃワンパンできん。ちょ諦めてますね、この子。諦めるな、お前。まだ試合は終わってたわ。あざす。さあ、2試合目いきましょう。相手のチームニカが大量発生、しかもゾロもおる、ロジャーもおるということで、あれやな、あのダブルキャラとしてさ、今回のさ、ヤマペースみたいな感じでさ、ロジャーもさ、ロジャーレイリーみたいなさ、オリジナルのね、キャラもっと出してもらって、ほんならいいのに、出すんかな、どうだろう。まあ、いけるか、最低は、さあ、来たな。なんだお前、そのアシュラは、謎すぎるだろ、マジで。はい、はいとは。はい、オッケー、おにぎりぶっぱね。もう分かってますよ、先生分かってた。うん。俺は知ってるよ。うん。お前らだから生まれたもんだって。はいー、おつー。この橋の下でパンクチャービルを使うことが大事なんですよね。おい、行け。雑魚で、このゾロ、この脳死で動くタイプです。はい、はい、お疲れと。おい、行け。火力足らんけど、全然、はい、水上こと。はい、オッケーということで、よし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 。どこ行ったね、なんでこれ俺足遅なったの。さあ、ジャストガッチャ、オッケー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 。甘いんちゃうか、それは。タコが、おい。あー、俺ザコがほんま、あんまりシャシャリのんちゃうぞ。お前の時代終わったね。な、ま、ボキュレット振りましょうや、ほんで。さあ、ガンダム出して、さあさあ、おら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 、欲しいんやぞ、こちら。ザコすぎるね、ほんま。PS がないキャラやわ、ほんま。やめてやめて。さあ、ミサカミコと、オッケーオッケーオッケー。ちょ、ローに変わろうか、そろそろ。あー、パンクジャブレー
もう外しちゃった。でももうなのさ、これダブルで食らうなんなんこれ、意味がわからんねんけど。ちょ負けたくないでござる、負けたくないでござる。いや死ぬ。もうゾロひどいねほんま。巨人がもうロジアジャスハルトやって、ハルトムカつくガキやわ、うん、中学時代におったわハルトっていうキモい顔のやつが。どうしようこれ、あちょっとあれですよ、冗談ですからね、はい許してください。どうしようこれ、待ってよこれ、行くぞ。オッケーオッケー、とりあえずこれでいっぱい殺したんで、さあこれで、はい、何かぶら、ちょ吹っ飛ばしの向こうなんで、お疲れと、はぁ、強すぎる。お前、うるさいねん、ダメージエグロージャー、さすがに。さよなら、はい、親父狩りですわ。ほんま、古いね。千の時代の敗北者やろ、お前、俺、ザコが、親父狩りですよ、ザコが、死んどけ。はぁ、よし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 、素晴らしいですね。そしたらどうしようかな。いや、このエース、この旗の吹き方、どうにかならん。ダサすぎるだろお前、何でそんカッコつけすぎだろマジで。どうなった、普通に行けよほんまに。さあどうしよう、ハタ、あえマルコ、マルコ、マルコどうしよう、あマルコ待って、あおりんおりけん、いいや、よしここ抜こうか。あなんか来たわな、もうええて、古いキャラやな、古いキャラ使っとんちゃうぞ、ザコなんやけん、火力やば、もうええてゾンロお前、しつこいな、ゴキブリやなマジで、多すぎこのキャラほんま。猿御用達ですからね、いった。でも全然余裕なんで、さあ向かってこい、アタッカーだろ、逃げるなよお前、おいさあアシュラ構えてるけど、拙者はこれ構えるよ、属性変化も、まあ、なんともなし、全然問題はなすしんですよ。おらおらおら回避だろバカみたいに、死んだけ数ははは、よしよしよし、素晴らしい、ああ私が望んでいた世界だ、あマジでゾロが簡単に心滑る、私は猛烈に感動している、素晴らしい、ははは、ああもう長すぎだろ、はい、キモいな。でも勝ちちゃうな、勝ちちゃうな、よし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 。さあ3試合目いきましょうか。相手のチーム歌おるな、歌がやっぱりきついんよな。おなげんキットローとさ、エースヤマトどっち引きゃいいってやつあるやん。エースヤマトでいいよ、だってさバウンティラッシュなんてさ、あのしどだって楽しいゲームやりたいだろ、お前らキル取りたいだろ。えほなげんエースヤマトの方がキル取れるよキットローより。しかもどうせ SS いってる終わりだろ、大体の人がさ、あのまともにさ上位帯とか目指すんやったらキットローいるけど、あのマジでいらんすよ、 SS 行くぐらいやったらマジで強烈なんか行ったおったら十分いけるんで。しかもあのね、新作のキャラとかみんな使いだろうし、絶対 A 戦また引いた方がいいよ普通に、うん、だってキットローとか引いても古いキャラやし、多分やってて楽しいっていう多分思い多いんよな。強い弱いかじゃなくて、その何を目的とするかによるけん、だからその SS 行くようになったら趣味どっちでもいいし、だけどやっぱ新作キャラの方が立ち回りもやりやすいし、いいよ絶対そっちの方がまか、うん、俺はそうするな、うん、だって SS なんか猿でもいけるもんはははってことなんで、だからね、キットルよりも普通にゾロ引いた方がいいよ。ゾロ引いた、あの、ヤマト、ヤマト、エースヤマト。ほなけん、絶対そっちの方がいい。あのキットルとか別に引いてもいいけど、あの、だって、な、目的が、その SS 行くとかやったら、全然いいし。ね、どうせお前ら SS の状態なんかめんどくさっていかんだろ。俺もやらんし。さっきこれ旗抜いたんで、歌うたビーム溜まっとうかな。ちょっと待ってこれ。ちょっと待ってよ、待ってよ歌がすとこれお前何してんねん、タコ。ほい。さあ、回避使ったんでお疲れっす。さよなら。おお、なんかなんか おまけでもらった、おたんお前接したの好きやな、よし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 、さトラファルガーローもこれで終わりです、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 お疲れです、はぁつーよ、ちょヤマト古いってお前、古いよ、叩きのめしちゃうよ、なんかシャンクス死んだシャンクス死んだ、さカウンター構える、あ死んじゃった死んじゃった、あ全部壊れちゃう、はぁ強い、ほなけんマジでキットローよりも操作簡単やし、エスヤマトの方が、ほなけん絶対こっちはいいよマジで、うん、なもう絶対人にさボタンポチポチしようだけで、もうこれゴミじゃよな、なんでラーメン発見もさあれ受け継がんかったん、状態上かかるなよ、ラーメン発見構えとく、うわボケがお前通常時で食らうんやけんいいやろうが、どうしようかなこれ、さあロジャーおるけど、まあでもこっち買っとんな、ちょ下からバンクチャビで食らわしてやろうか、あそこ行けそうだろ、うん、だからほんまに初心者の人絶対の衛星まで引いた方がいいよマジで、キットローとかいらんけんマジ古いし、オッケーオッケー、新作キャラの方が潰れにくいしな、はい、あちょミスったミスった、これじゃないスキルのボタン間違えちゃうよ、ここで撃ったらいいんですよこれ、ドーンっていうことで、お当たったんかこれ、やめて、ちょ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 、はいはいはい、まあ、何よりヤマトの方が可愛いんでね、ちょやめろだお前キモいな、これ絶対火力だけだったらさすがに強いな、ロジャー、あーどうしよう待てよ、いや分析と分析と、オッケー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 、ちょっと取られるよ、ダツダモ、ちょそこそこ降りんた、ちょ届くんかお前、大丈夫ぞ、あ、届いてますね。素晴らしい。オッケー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 。よし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 
明日の試合バッチシ決めていきたいと思います。もうやっぱ2対2って強いな。キャラ変できる失礼、キャラあのね2体ぶち込んだらもうほぼほぼやばいわマジで。手数の数が半端ない。やばいぞこれで。属性がさ不一致やけんまだあれやけど、もう属性が一致するようなことが来たらもうやばいだろうな。ほんまに半端ないと思うよ。とんでもない、もう実力ゲーになると思うマジで。今はまだボタンポチポチでどうにかなんよけど、結構そのねその手数が、おいもうゾロやっぱキモいな。ほんまにアキュラマジで、なんか多分ゾロ自体はそんな嫌いじゃないんですけど、そのゾロ使うやつはガキが多いっていうのと、もうほんまなんかお手軽にやられるっていうのがマジでイラッとする。それ拙者変わるよ、やるやるやる、そういう手もありやな。いける、それ頼むよ。じゃあほな拙者行くよ、もう頼むね。はいお願いします。負けるなよ。なんでこっち来るんねえね。ナイス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 、キモいなやつほんま。加点と悟って拙者の方行ったな、バカめ。ほんま舐め腐っとんな、もうええてええて。はいはい、これでブン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 8ガトブーして、ちょーお前これがもうマジでゴミないよ。味方考えて動けよ、殺すぞマジで。ほんまうっとうしいね。ちょカウンター見て、ほらほらほらちゃんと見て、うっとうしいわマジで。あれだるいわほんま。あーもうゾロ、味方マジ死ねえよほんま。うっとうしいな、邪魔、足でまといでしかないマジで。ほんまに、皆さん、ソシャゲあるあるなんですけどね、対人の。インフレが進めば進むほど、PS が必要になってくるんですよ。もう単中じゃない、もう、だってどんどん特性とか増えていって、その、考えることが多くなるんで、やっぱ性能が増えるってことは。だから、おのずとね、PS が必要になってくるんで、邪魔になってくるんですよ、ガキがこんなランク帯おられても。もうだから、ってもう足あったんかよ。キモいな、ほんま。もう、ええて、キモいな、ほんま。はいはい、キモいんだから。はいはい、キモいんだから。切れそうマジで。きしょいな、ほんまゾロ。死ねえよマジで。なんだこれ、青水属性なっとんねんボケ。ほんまにキモいマジで。ゾロほんま死ねえよ。調子いいわマジで。俺100レベルしたらこいつポコポコにしたるわけんな、ほんま。マジでキモいよなゾロってほんま。ニューンって言ってダッシュで構える声がもうほんまにもう耳障り。一番嫌いなセリフが。死ねえよもっとしいけん。はいはい、大変大変って。ちょ、ゾロ触るなよこれ、ハメトン。わからんか。オッケー、これで。もう、何ちょ、ええけん、ゾロええよ、もう邪魔、お前お前、一生頑張るわ、ガス。オッケー、お前分かったやつやな。ちょ、やめて。ちょ、もううざいわ、ほんま。ちょ、待って、切れそう、マジで。ちょ、イライラする。待って、やばい。ぶち切れそう、マジで、ほんま。殺すぞ、お前。お前、あんま調子よんねえよ、ガス。猿が、ほんま。猿げなんでこんな硬いの、これ。ちょ、やばい、雷くらい痛くないな。雷くらい痛くないな。いやー無理や、火力上がってないけんきついな、ブースト中やし。もううざい、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 邪魔、肩抜いてくれ、肩抜いてくれ。もうクランカ邪魔やわ、もう死ねえよ、お前。あ、もうすぐイライラしても。はい、ところなんで、ちょっと最後の試合はね、ちょっと味方がアンポンタンのとゾロがイラッとしたんですけど、もう皆さん、新時代到来ですよ、もう。もうこういうことなんですよ。もうどんどんこれからインフレが加速していくと思うんで、その衝撃に備えられるようにね、はい、お金を貯めておきましょう。ってことなんで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。